浜松市民映画館、シネマイイラは、静岡県浜松市中区田町にある映画館。152席の1スクリーンを有する。運営は株式会社浜松市民映画館であり、コミュニティシネマの一つとされる。客層が似ているとされる、渋谷のルシネマ浜松市の中心市街地である田町の裏区街と呼ばれる商店街にある。今日の浜松市には、郊外の浜北区に、 シネコンの東方シネマズサンストリート浜北が浜松駅から徒歩県内の中心市街地に東方シネマズ浜松がある。シネマイイラは唯一のミニシアターである。その他には1970年に経営者が変わって成人映画館に移行し、1999年に旭町から板山町に移転新築したシネマハウスシネイがある。 2008年の開館から1年間で130本の作品を上映した。開館後すぐに全国のミニシアターではデジタルシネマ対応が問題となり、シネマイラでも約1500万円を投じて2010年初頭にデジタル化を完了した。ミニシアターとしては早い時期にデジタル化を終えたことで上映作品の選定に自由度が増し、上映本数は増加している。 シネマイーラという館名は、演習地方の方言、イーラとエネルギーの頭文字、イーをかけている。客層の中心は、年配の女性であり、支配人の榎本正幸は客層を、東京で言えば、ルシネマや、東方シネマズシャンテに行くお客様と分析している。楽器製造のヤマハに関わる観客も多く、音楽映画にも多くの客が訪れるという。2002年に、 1> 第1回が開催されたワママツ映画祭は2009年秋の第8回からシネマイーラを会場に加えている。浜松市のお隣にある愛知県豊橋市の豊は島地中スロータウン映画祭のコラボ企画として2009年10月31日にはシネマイーラと名湯タカビルで同日に音、な、りを上映した。2011年と2012年のワママツ映画祭は シネマイラが唯一の会場となった。2013年にはままつ映画祭の開催そのものがなくなったが、2014年には自主上映の短編映画祭として復活し、シネマイラも会場の一つとなった。浜松市中心市街地の映画館かつての浜松市は繊維産業の町として発展し、やがて山葉や可愛楽器などの楽器製造。 スズキやヤマハなどの輸送機器製造の町として発展した。中心市街地である田町や魚町付近には、かつて十数館の映画館が軒を連ねて映画街を形成していた。1953年の浜松市には八館の映画館があり、その内訳は、田町、魚町、火事町、板山町の四町に二館ずつだった。 全国の映画館数がピークを迎えたのは1960年である。この年の浜松市には24館もの映画館があり、田町に3館、魚町に5館、火事町に6館、板山町に3館が集中していた。1968年には、共和が4スクリーンの浜松中央ビルを田町に建設、浜松中央劇場は静岡県における複合館の先駆けだった。 板谷町にあった浜松東映劇場は東映の直映館であり、同一ビルの2階にはフランス映画社などアート系の作品を上映するスバルザがあった。1988年11月、浜松東映劇場は板谷町から田町の火災やビル3階に移転した。当時の浜松市では浜松東映劇場を含めて9の映画館が営業している。 カサイアビルでは4階で、浜松東映パラス劇場も営業していたが、浜松東映パラス劇場は、わずか4年間で営業を終えている。浜松東映劇場が移転したことで、板タヤ町時代に、同一ビルにあったスバルザが1989年5月28日に閉館。浜松市でアート系の映画が見られなくなることが懸念された。 東方シネマズ浜松が入るザ・ザ・シティ浜松そこで移転後の浜松東映劇場は自主上映団体の上映会に協力し東映作品の上映を終了した夜間に自主上映会ムーンライトシアターを行っていた配給会社との交渉は浜松東映劇場支配人の江本正幸が一手に引き受け短観系の両作を約20年間で約1000本上映した 1997年頃には自主上映の際に映画監督の瀬瀬隆久が浜松東映劇場を訪れた。2000年11月20日にはバージンシネマズが日本における4号店として田町からほど近い谷野町のザザシティ浜松に旧スクリーンのシネマコンプレックスバージンシネマズ浜松を開館させた。2000年頃の浜松市には浜松東映劇場の他に バージンシネマズ浜松、浜松中央劇場、宝塚劇場、松菱映画、テアトル楽などが存在したが、東方シネマズ浜松に客を奪われる形で2000年代後半までに次々と閉館している。浜松東映劇場は最後まで浜松に残った従来館だったが、建物の契約更新を機に2008年10月3日に閉館となった。シネコンの流星で、 観客数が低迷したことも理由だった。最終上映作品は、フライングラビッツ。これによって、静岡県内から、東映の直映映画館が姿を消したが、東映作品は、東方シネマズサンストリート、浜北や、東方シネマズ浜松で上映されている。火災やビルの入り口映画館に向かうエレベーター浜松、東映劇場の支配人だった、榎本正幸は、 東映の岡田雄介会長に早期退職してでも劇場を引き継いで存続させたいと伝えた。江ノ本は東映を退社した上で市民や地元企業から出資を募って株式会社浜松市民映画館を設立。約2000万円をかけて浜松東映劇場を改装。座席数は222席から70席減らして152席とし、 落語やコンサートに使用できるようにステージを拡張した。2008年12月5日、浜松東映劇場跡地に、シネマエイラが開館した。開館後初のプログラムは、靖国神社に関する中国のドキュメンタリー、靖国靖国と青井優秀演のドラマ作品、100万円と苦虫女だった。上映作品は、 浜松東映劇場時代の夜間自主上映を引き継ぎミニシアター系の作品に特化。実質的な初年度である2009年の上映本数は約150本を上映し、その制作国数は36カ国にも及んだ。2010年8月にはキャタピラーを上映し、8月15日には若松浩二監督が舞台挨拶で来館。同年10月には 日本の主要都市以外で初めてブラジル映画祭を開催した。11月には各地で上映が問題視されたドキュメンタリーザコーブを上映した。2011年5月にはヘブンズストーリーを上映し、5月7日には瀬瀬タ久監督の舞台挨拶が開催された。2012年6月7月には浜松市在住の日系ブラジル人を題材とするドキュメンタリー映画 孤独なツバメたちで稼ぎの子供に生まれてを上映した。浜松学院大学の津村君宏教授が共同監督を務めたほか、在浜松ブラジル総領事館が作品を講演している。田町の裏区外2千十三年公開の映画、学体のウサギ》は、浜松市でロケが行われ、シネマエイラを中心とする学体のウサギ》を映画にする会が制作に関わった。同じように、 コミュニティシネマが制作に関与した映画作品には北海道函館市のシネマアイリスが制作となった解凍市女系がある。2014年3月4月には浜松市を舞台とする作品ハローゼアの先行上映を行い、3月29日には鈴木健一郎監督や出演者が舞台挨拶を行った。10月には浜名湖パルパルに期間限定のドライブインシアター。 ドライブインシアター浜松が設置され、エターラルサンシャインやキックハートを上映。シネマイラもチケットの販売に協力した。2015年には開館以降で初となる単年度黒字を記録した。2016年には浜松市出身の竹山正俊が制作を務めるバケツと僕が浜松市を舞台に撮影され、竹山の旧友でシネマイラ監視の江本正幸が ロケ地の確保に奔走した。同作は2018年3月にシネマイーラで上映されており、同月17日の上映初日には出演した歌手の高武氏と徳永雄樹、監督の石田和彦が舞台挨拶で来館している。同年3月には釈放後に浜松市に住む袴田岩尾に焦点を当てたドキュメンタリー映画、袴田岩尾夢の間の世の中を上映した。 12月には、この世界の片隅に、を上映し、12月3日には、開館8周年企画として、片淵主自家監督のトークイベントを開催した。2018年12月5日で、開館10周年を迎え、同月16日にプレスタワーで、株主招待者ら90名を招いた記念パーティーが行われた。2020年は、新型コロナウイルスが、 全国的に感染拡大。国が発した緊急事態宣言も重なり4月25日から5月14日まで臨時休館した。休館前の4月17日から再開後の5月27日まではキャンプファイアで映画館存続のための支援金を募るクラウドファンディングを実施。1317人の支援者から目標額を上回る1656万3605円の 資金が集まり、運転資金の他に、スピーカーやエレベーターの修理に使い、後継者に引き継ぐことができる体制を整えた。支援者には戦術の片淵主治家と、浦谷知恵の共作デザインによる、オリジナルポストカードと T シャツ、トートバッグが贈られた。ABC 静岡県の映画館、消えた、映画館の記憶を参照した。1953年の映画館、消えた、 映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。